ご視聴ありがとうございます。今回は、前回の続きで、3DFX の消滅の理由となった、マイクロソフト VS3DFX についてご案内します。3DFX の消滅の理由がマイクロソフト？マイクロソフトはソフトウェア会社でしょ？ 3DFX は GPU 開発の会社でしょう？ GPU は高性能な API によって初めて性能が発揮されるんだ。3DFX は高性能な GPU であるブーブーチップと独自 API のグライダによって圧倒的な 3D 高画質を実現してゲームソフトメーカーやユーザーに支持されたんだ。マイクロソフトも 3D ゲームがこれから成長するだろうと予測していたんだ。そこで Windows 95にグラフィック機能などに特化した API であるDirectX 1.0 を1995年にリリースする。さらに1996年には 3D 機能を強化した Directx2.0 をリリースしたんだ。そこへ彗星のごとく現れたのが GPU メーカーの 3DFX なんだ。 3DFX のブーブーチップと独自 API のグライダの組み合わせは多くのゲームソフトメーカーやユーザーに支持されたんだ。マイクロソフト社内会議。最近、3DFX のブーブーが人気だな。特に、3DFX 独自 API のグライダーを採用するゲームソフト会社が増えている。このままでは、我々のダイレクト X の脅威となる。3DFX のグライダーが、PC ゲームの標準規格になることだけは、絶対に許されない。ブーブーチップとグライダー、API に、対抗するには、3DFX のライバルである、GPU メーカーと組むことが、得策ではないかな。NVIDIA、ATI はどうだろう？ NVIDIA、ATI をダイレクト X 陣営に、取り込んで 3DFX に、対抗しよう。こうして、GPU チップで、NVIDIA、ATI と 3DFX の、ブーブー。そして、API ではマイクロソフトの、ダイレクト X と、3DFX のグライダの、戦いの幕が下ろされたんだ。マイクロソフトは、1997年に、ダイレクト X5.0 を、リリースする。さらに、1998年に、ダイレクト X6.0 をリリース。毎年バージョンアップしているね。1999年マイクロソフトはダイレクト X7.0 をリリースする。そして同年、NVIDIA がグラフィックチップである GeForce 256を発表する。この NVIDIA の GeForce 256は、グラフィックの処理能力を大幅に向上させた GPU の歴史に残る製品となった。NVIDIA は GeForce 256のグラフィックチップを GPU と名付けた。これ以降、GPU という言葉が使われるようになったんだ。GeForce 256成功の秘密は、今まで CPU が行っていたグラフィック計算を GPU が計算できるようにしたこと。これにより CPU の力を借りなくても GPU の性能で高画質なグラフィックが表現できるようになったんだ。そしてマイクロソフトのダイレクト X7.0 がなければ実現できなかったんだ。この辺の仕組みは専門的になるので省略させていただきます。申し訳ございません。2000年には、ATI もダイレクト X7.0 に対応したレイディオン256を発売。ここから、マイクロソフトのダイレクト X と、GPU メーカーの NVIDIA、ATI による、ダイレクト X と GPU の二人三脚による、
3D ゲーム市場の飛躍が始まるんだ。これって、マイクロソフトのダイレクト X による、PC ゲーム市場の覇権を、めぐる戦いだったのでは？ GPU 戦争の裏に、マイクロソフトあり。そうとも考えられるね。これ以降の、PC ゲームソフト開発には、ダイレクト X が必要不可欠な API となり、PC ゲーム開発の、デファクトスタンダードになるんだ。今の、PC 3D ゲームの、進化には目を見張るものがあるよね。アーケードゲームやプレイステーションを超えているかもね。いつかゲーム機の GPU についても動画作成したいね。次回は 3DFX の消滅の理由となったもう一つの失敗 STB システムズの買収についてご案内します。ご視聴ありがとうございました。